高菜の油炒めを作ります。高菜爪1本、高菜漬け 150g。 20回ほどブンブン引っ張ります。均等になるように容器を上下に揺らします。フライパンにごま油をひき、ブンブンした高菜、砂糖大さじ2、いりこだしの素小さじ2分の1、みりん大さじ1、炒めます。酒大さじ2、めんつゆ小さじ1を入れ、さらに炒めます。すりごまを入れ、混ぜ合わせたら完成です。